メタノテルムス属は、グラム陽性、弁性腱気性、超高熱性のメタン生成個細菌の一属である。メタン菌の中でも高熱性はかなり高い部類に属し、1980年代初頭の極短期間であるが、最も増殖温度が高い生物として知られていた。1981年にアイスランドの熱水泉より発見、報告された。 形態は3.0.3から4マイクロメートルほどの弁毛を持たない肝菌で運動性はない。細胞壁はシュードムレーンであり、グラム染色では陽性に染まる。これらの特徴はメサノバクテリアムと類似するがメタノバクテリウムかのメサノザーモバクターなどと比べても明らかに生育温度が高く抗原抗体反応の傾向も異なることからメタノバクテリウム目に メタノテルムス化が新設された。細胞表面の珍しい構造としては、シュードムレーンの外側にさらに S 層があること、中央付近で加強された H 型カルドアーキオールを壊し質に持つ点などがある。熱水中の水素と二酸化炭素からメタンを合成する独立栄養生物であり、それ以外の気質、偽酸やメタノールなどは利用しない。指摘増殖温度は80摂90度、 生育温度は最高で摂氏97度にまで達し、メタン菌の仲間でもメサナパイラスキャンドラーアイに次ぐ高熱性の高さである。発見当時はサルフォーラバスソルフタリカスの記録を摂氏10度更新し、同年パイレディクティアムアクルトゥームが報告されるまでの短期間であるが、最も高温で増殖できる生物であった。生育温度が高すぎることや、 有機物による増殖阻害があることなどからメタン発酵を含め工業的な利用はほとんどされていない。利用例は分子生物学的研究に限られ特に古細菌型ヒストニアヌクレオソームについての研究論文でよく名前を見かける。全ゲノムは2010年にメサナサーマスファービダスのものが解読されている。ゲノムサイズは1243,342 bp しかなく、自由生活性生物としては極端に小さい。アンダーソンアイ、djod, ミスラ m, エトールコンプリートゲノムシークエンスオブメサナサーマスファービダス、タイプストレイン、スタンドゲノミックサイ、3、315-324、ドイ、10.4056、 x, 1283,367, pmc, 3035,299, プミド ,21304,736,https, コロンスラッシュスラッシュ www.ncbi.nlm.nih.gov スラッシュ pmc スラッシュアーティクルススラッシュ pmc,3035299 スラッシュありがとうございます。